see me do not BIC I'm so hot No goodbye baby goodbye Tell me like ooh ah When see me do not BIC I'm so hot No goodbye baby goodbye 君がくれる安心よりそっと休めるための場所 Hey So quick reaction lang Mishu official autograph event day 1 Wedding first video sa autograph event day ni So dito yan sila gagawa ng official signatures nila para sa mga fan signs 3, 2, 1, go! こんにちは、NiziU のリーダー、マコです So, で今日は私のサイン会に来てくださって本当にありがとうございますなん NiziU、しまこと言いたいとこなんですがまだ私のサインが決まってないということで今日は NiziU のファンの方に投票でサインを決めていきたいなと思ってますまず私が事前に2つサインを考えてきたんですけどまず1個目を書きたいと思いますここに練習用の紙があるんですけどあえて私は使いません一発でいきますいきますまずちょっとうんこの円がちっちゃいと見栄えが悪くなるんですよねなのでちょっとこれはただディテールしてパクティングしてシグネチャーのディバスタバスタちょっとでかすぎましたちょっとでかいちょっとでかいのけどまあ練習と同じようにまあできたのでいいかなと思いますやっぱサインって憧れじゃないですかちっちゃい時に私もなんか小学生の時に芸能人とかのサインを見た時に自分で練習してたり自分でサインをずっと書いてたのを今思い出しましたはいで1個目まずできましたじゃんとこのサインの由来はまず見えますかこの円にこうやってこう書いたんですけど地球をちょっと表してみましたで私がなぜ地球を描いたって言いますと私がずっと夢であった世界に羽ばたきたいっていう気持ちがあったのでそれをこのサインに込めてで自分の名前を書きまたスターになりたいので星を最後に書いてかっこよく決めましたどうですかちょっとかっこいいですよねじゃあもう一個もう一個書きたいと思いますともう一個はこれもまた最初の文字が重要で最初の線がちょっと斜めちゃうと斜めになっちゃうと見栄えが悪くなっちゃうのでいきますねちょっと中心には書けなかったんですけどだからマスクさんが飛ばしてさ、同じシグネチュー2個目ですあれ、マコって名前ないじゃないですかって思う人いると思うんですけど実は私のイニシャルが込められてて MY 見えますか M で Y です MY ですで、マコ で M をハートにしてちょっと可愛く書いてみましたでもこの一番重要なポイントがさっき言った通りやっぱこの線なんですけどマコの間と言ったらまっすぐに進む前進するっていうちょっと裏の意味があるんですけどそれを書いてこれから先もまっすぐ進んで頑張っていきたいなと思って書きましたどうですか皆さんどちらが好みですかサイン私はどっちも好きなんですけどでもやっぱりNiziUの皆さんが選んでくれた方になったらもっとそっちを好きになるしまたいつサインが決まるか分かんないんですけど、まあ、それまでずっとこの2つを練習していきたいなと思ってますはぁ、ドキドキするやっぱりサインっていいですよねなんかこのサインがいろんなところに回ったらいいなって思いますうん皆さん、ぜひ私のサインを選んで、それまでに私も一生懸命練習しますので、ちょっと楽しみに待ってます。もうドキドキしながら待ってるので、ぜひ投票を必ずしてくださいね。で、これからも私の本当のありのままの
数をこれから出していきたいなと思ってますし、またテレビでは放送できなかった部分とかも出して、あれもこちゃんこういう面もあったのとか、やっぱ驚く部分も多分出てきます、絶対出てきます。はい、なのでこれからも私のことを応援して、また20みんなのことも応援して、楽しい20とウィズ一緒に頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。次会う時はどっちかなと思うんですけど、まあ、本当のサイン会の時に一緒に交流を深め合えたらいいなと思ってます。待ってます。ありがとうございました。二週のリーダーマコでした。バイバイ。シーマコのリーダー、皆さんこんにちは、20のリクです。今日は私のサインを皆さんに決めてもらいたくて、2つのサインを私が準備してきたので、それを見て皆さんに、いいサインを決めてもらえたらなって思います。ではまずその2つの候補を書きたいなと思います。でもちょっと色紙があるんですけど、色紙があるんですけど、そこに一発で書くのはちょっとまだ自信がないので、まず練習します。Side album lang ng Nisho. Tala lang kay Riku. Okay na. じゃあ、練習できたので、まず一つ目の候補のやつを書きたいと思います。私の一つ目のサインがこれです。実はこれは、私が小さい頃から、歌手とかそういう芸能界を憧れてたので、その時から実は作ってたサインなんですけど、それをもうちょっとなんか自分の年齢に合わせた大人っぽくサインを変えて、これを一つ目の候補にしました。小さい頃から考えてたやつなので、意外と思い出深いサインになってます。じゃあ2つ目のサインを書きたいと思います。これパロンラギマス OK yung second signature。 2つ目のサインがこちらです。ちょっと見てると思うんですけど、こっちは、私の、キャッチコピーが、NiziU のエネルギッシュなリスっていうので、よく私は、小動物に似てて、その中でもリスに似てるってよく言われたので、その私が似てる動物をサインに入れてみたらどうかなと思ったので、2つ目のサインはリスをイメージした私のサインにしてみました。2つ書いてみたんですけど、どうでしょうか。私に合ったいいサインがどっちかを、WiziU の皆さんに選んでもらって、いっぱい投票してもらえたらなって思います。すごく皆さんと一緒に、私のいいサインを決めて、それをこれからも書きたいなって思うので、ぜひ皆さん、たくさん投票して私のサインを一緒に決めてもらえたらなって思います。これからも20のリクとして頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。皆さんたくさん投票してくださいね。以上20のリクでした。バイバイ。皆さんこんにちは、20のリマです。リマ、今日は皆さんと一緒にサインを考えてみようかなと思って。ito, by position or by age? すごい緊張してるんですけど、マコがリーダーで、これ始まる前に自分がAge ba? いいんじゃないかなって思う。Or by position sa group. それの紹介とともに、ファンの皆さんが投票してもらえれば嬉しいなって思います。では、まずちょっと練習が必要なので、私一発で決めるの得意じゃないんですよ、だから練習をしたいなって。なんか一つは可愛いサインで、一つはかっこいいサインを考えてきたんですけど、どっちになるかは
私もお楽しみに待ってます。まあちょっとね、これ運試しということで、メインラッパー一発じゃないよね、リーマね、ちょっと1回練習したので、まあ、本番ちょっとやっていきたいなって思います。はあ、では私の可愛い方から。Good one first。 なんかすごい初めてなんですね、こういう色紙にちゃんと書くのって。なんかすごい特別な気分です。よく書けました。ではね、2個目を書きます。はい、終わり。では2個こういう感じに書いたんですけど、まず可愛い方から紹介をさせていただきます。First signature dito。 この可愛いのはちょっと見てもらえればわかると思うんですけど、これは大きい口でニコちゃん、ニコちゃん風、ニコちゃん風のサインなんですけど、ここに R と Y があって、まあ一応これがこのキャラクターの足ですね。なんかピョンみたいなやつと、この私のチャームポイントがこの口なんですけど、こうやるとここがピッてなってて、それが私のチャームポイントなので、私がこういうなんか口がこうやってピーってなってる、なんか笑ってもないこのフェみたいなのが好きで、そういうキャラクターとかをいっぱい持ってて、日本に帰ってもね、いっぱいそういうキャラクターが好きなので集めてるんですけど、自分だけが好きなものを描いてみました。はい、これはちょっと自信作です。では次はこのかっこいい方なんですけど、ちょっとかっこよく描こうかなと思って考えたんですけど、私ってそんなになんかどうやればかっこよくなるかなと思ったので、ちょっとよくわからないんですけど、こうやってここが R になってて、ここが R になってて、ここが I でちょんってついてて、ここで M があって、ここで A のピョンみたいなのがあります。でこれはリマで、こっちが RY っていう感じになってます。はい、こうやって2つのサインができたんですけど、この2つのサインのうちにどっちがいいか、First one, いっぱい投票してくれたら嬉しいです。最後の2つは second one。 以上、20のリマでした。バイバイ、また見てね。So yun lang para sa autograph signing day 1. Ang members na nandun, Mako, Riku, tsaka Rin. So titingnan natin yung part 2 sa next video. Dito lang, bye!